皆さんこんばんは。月刊花田編集部の佐藤です。花田チャンネル特別生放送、スタートです。前半はどなたでもご覧いただけますが、後半は有料パートとなっておりますので、有料パートでは政治と金についても突っ込んだお話が出るかと思いますので、ぜひ会員登録の方よろしくお願いいたします。特別生放送というのは初めてなんだよね。初めてです。はい。佐藤君もこの司会2回目だからね。緊張しております、非常に。私は昨日百田直樹さんに来ていただいたんですけど、なんか元気がない、眠ってんじゃないけど、いたのとかですね、散々な言われようで、沼尻君にも散々叱られましたけど、今日は元気に頑張りたいと思います。はい。よろしくお願いします。早速ですが、今夜のゲストをご紹介します。仮釈放後メディア初登場でございます。元法相の河合克行さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは。どうかよろしくお願いします。もう河合さんのうち の連載いただいてた獄中記はね、はい、大変な評判で、本当にすごく感動したっていう方が多かったです。はい、私は河合さんが法務大臣になった直後に大臣室に伺って、はい、あの大臣の椅子にですね座らせていただいて写真撮りましたよね。懐かしいですね。はい、本当にコメントでも今、お帰りなさいとか、ありがとうございますというのがたくさん来てます。はい、今日は今のね、政治と金の問題なんかもですね、これ直接河合さんの件ともはかかったわけじゃないけど、関係した話なので、これは後半にですね、はい、たっぷりとお話しいただくと。はいはい、前半はですね、その獄中記にも書かれてましたけれど、木津川、栃木県の佐倉市のですね、木津川、社会復帰センターっていうんですね、はい、正式な名前は。はい、そこでの社会復帰促進センター。あ、社会復帰促進センターか。鈴木宗男先生も行かれてたんですね。はい、そうです。はい、みんなそうで、あそこが多いですよね。はい、大吉の方はね。で、そこのお話とかですね、いろいろ問題点をお伺いしたいと思います。はい、まず初めに出所されて、はい、いかがですか。慣れましたか。そうですね。小菅の東京拘置所を含めると、塀の中にいたのが1160日でした。1160日、3年2ヶ月ですね。うん、拘置所に収容されていたのが384日、うん、そして栃木県佐倉市にある喜連川の社会復帰、うん、社会復帰促進センターが776日ということでありまして、何とも言えない。それはだけど後の話ともね関わってくるんですけど、普通であれば未決で拘留されていた東京拘置の300何日ですか、はい、その分っていうのは刑期から引くっていうのが大体引いてますよね。そうですね。河合さんの場合はその300何日は1年分があるわけだから、これ引いたらすごく大きいんだけど、これをなぜ引かない、誰が決めるんですか、これは引く引かないは。厳密に言えば逮捕されてから保釈までが、はい、259日だったんですね。はあ、だからその分が、はい、いわゆる未決収容、いまだ決まってないと書きますけど、はい、未決収容の期間ということで、うん、確か鈴木宗男先生は俺はあんまり参入されなかったって前、うん、おっしゃってましたが、それでも6割ぐらいですね。で実際私がいた、うん、喜連川の、はい、センターで、うん、同じ工場、うん、私は図書計算工場というところにいたんですけれども、 ね、はい、そこで大体10人前後の同州たちがいましたけども、みんな大体もらってますね、7割8割ぐらい。だから私が1日も、いわゆる未決収容が参入されなかったので、入った最初の日に言ったら、もうみんな腰抜かしてびっくりしてまして、それを決めるのは裁判所ですよね。裁判官です。なんでね、それは。理由はもちろん明かさないですよね。そうですね。うん、私の一審の時の弁護団が言うには、はい、極めて異例だということで、うんうん、大変弁護士の先生方は憤ってらっしゃいましたね。うん、いや、本当そうですよね、それは。大変な違いだもんね。そうですね、1年ですからね。うん、
最初にその出所後最初に口にされたものとか定番なんですか。はい、11月29日に出所をしました。朝3時にね。そうですね、普通でしたらね、大体9時ぐらいから、はい、一般の受刑者の場合は、はい、出所、うん、出所にあたってセレモニーがあるんですよ、うん、仮釈放決定書という1枚、はい、A4 1枚の紙がありますよね、でそれをセンターの職員から、受け取って、はい、で、同時に仮釈放中は条件があるんです、うん、遵守事項というのがありましてね、例えば月に2回必ず管轄の保護司の先生と、はい、しっかり面談をしなさいですとか、住居を移す場合は事前に、はい、法務省に必ず申請をしなさいですとか、うんうん、7日以上旅行する場合は原則として、はい、事前に申請が必要ですとか、まあ、あるいはその人に特有の守らなきゃいけない遵守事項というのがありましてね、まあ、そういうことをセンターの職員の方から告げられて、でそれを復唱するという、うん、まあ、儀式があるんですね。だいたいそれが朝9時なんですよ、はい、でただ私の場合はやはりメディアが報道陣がかなり押しかけて、センターの運営にも、うん、影響を与えるんじゃないかということで、うんうん、センター側の配慮で、はい、6時半に、朝6時半に出所させていただきました、うん、で身元引受人が迎えに来ないと、はい、これも原則として出所できないんです、はい、あ、そうなんですか。私の場合は家内が、うん、あるさんが妻が、いや本当にありがたいことに、はい、それをしっかり引き受けてくれましたので、うん、妻と、はい、それから私の平成8年、はい、衆議院初当選、はい、同期の代議士が、本当に男気のある、あ、そうです、方ですよね、だから赤坂の議員宿舎を3時ぐらいに立って、はい、で家内を積んで、わざわざ栃木まで来てくれて、はい、でそれで、だから日私は朝5時に、はい、刑務官によって起こされました、普段ですと平日ですから6時40分の起床なんですけれどもね、5時にまあ、周辺 の, まあ、自分は独房ですけれども、はい、周辺の独房の皆さん方は皆さんまだ就寝時間中ですから、はい、食器工って言って、はい、こんぐらいのちっちゃい食事を入れたり、こう出したりする、はい、その口を刑務官がスーッと開けて、静かに開けて、起床というふうにですね言ってくれて、うん、でも食べなかったんですけど、はい、朝ごはんも入れてくれましたね。あそこはいつも朝は、はい、普段は、自分のところで焼いてる、自分のそのセンターで作ってるコッペパンですね、うん、コッペパンが、まあ、はい、もうさすがにちょっと胸がいっぱいだったものですからね、食べれなかったんですけれども、うん、で最後のお部屋の片付けをして、はい、私物がないか忘れ物がないかというのをこう確認をして、うん、で6時に起こさ、いや違う、5時に起こされて、5時半に、独房を出て、はい、で少し歩いて管理棟に移って、さっき言いましたその仮釈放決定書の授与式がありましてね、うん、でその時初めて私会いましたけれども、はい、センターのセンター長から直接いただいて、はあ、で私自身もその、まあ、誓いの言葉というのを言って、うん、でその後、はい、結構大勢でしたけどね、はい、10人弱ぐらいの刑務官が一緒についていってくれて、うん、で今まで一度も入ったことがない区画に入って、はあ、そして中庭のようなところに行きましてね、はい、うん、そしたら何メーターぐらいですかね、100メーターぐらい先に、はい、妻が立ってるのが、あ、そうなんですか、で見えましてね、うん、で私目がそんなに本来良くないんですけれども、遠くでしたけど、はい、妻がニコニコと笑ってる姿が見えて、そうなんですか、そしてその横にさっき言いました初当選、同期の桜 の,、代議士が立ってくれて、はいはい、うん、でこうやって手を振ってくれて、
100メーターを歩いていく時の気持ちというのは一生忘れないですね、うん、泣けてくるね。もう本当にまあ、夢にまで見たというか、もう本当にこの毎日毎日この瞬間のために頑張って負けてたまるかと、もちろんその反省とか自制、内省内観は毎日しっかり繰り返しましたけれども、絶対負けてたまるかと、必ず一日も早く元気で健康で、ここを出て、はい、妻が待ってる、そのもとに一日も早く帰るという、その気持ちだけで私は心を保ってきて、なんかその、いろんなことがですね思い出されて、今月の獄中記の最終回におかけになってましたけど、はい、本当は兄さんをギュッと出し決めたかったんだけど、いや本当は周りに人がいるからちょっとやっぱりさすがに恥ずかしいっていうか、だからギュッとギュッと抱きしめて、ただいまって本当は言いたかったんですけど、まあ、同期 の、 さすがに、ね、あの友人もいるし、周りにも10人ぐらい職員がいましたんで、ちょっとやっぱ日本人ですから恥ずかしいかなと思って、はい、でぐっと手を握って、ね、で妻がお帰りなさいって言ってくれて、あの言葉はもう一生忘れないですね、本当に。で車に乗って、高速使って、はい、東京都内まで帰って行ったんですけれども、まあ、今日も出してもらってますけど、私一番好きな飲み物がミルクティーなんですよ。あ、そうなんですか。で当然刑務所の中ではこんな贅沢のものが絶対出てきませんので、はい、基本的に甘いものが全くない、生活ですからね、はい、で事前に妻がここ面会に来た時に、お願いですから向かいの車にはミルクティー積んでてくださいって、そしたらちゃんと積んでてくれて、いや美味しかったですね。それからテレビもですね、はい、原則録画で、録画なんですか、録画で、2チャンネル、1つ2つのチャンネルしか、こう選択できないんですね。でそれが車乗ってたらずっと生で、ちょうど朝方でしたからね、朝のニュース番組なんか見てて、ああと思ってずっとニュース番組をこう見入って、で窓の外を見ると北関東の広い部屋が、山が遠くにしか見えないんですよ、広い部屋が広がってて、世の中は広いんだな、ここは本当に広かったんだなと、まあ、入ってたらもう、刑務所の中っていうのは塀が高いですから、はい、いくら屋外で運動場で1日30分間だけ運動許されますけれどもね、その自分の頭の上の空しか見ることができませんでしたのでね、ああ空は広いんだな、どこまでも広がってんだなと思って、そして、9時ぐらいに、はい、東京都心に着きまして、で衆議院の議員会館で別のまた代議士が、また別の初当選同期の代議士が配慮してくれて、でそこで車乗り換えて行ったんですけれども、国会議事堂と、それと首相官邸の前通って、いや懐かしかったですね。そうですね。でその後都内のホテルに入りまして、刑務所の中にいる時は15分間しか入浴時間がありません。でそれも週、まあ、3回ということでありますので、でそれもですね、細かいことを言うと普通 の、 布でできたタオルしか使えないんですよ。ああそうなんですか。でもう少し私 の、 その受刑者としてのですね、はい、まあ、位というか、類って言ってるんですけどね、はいはい、それがもう一つ上がってたら、ナイロンタオルを使うことができたんですけども、 そ、 うん、それが
一般的な類で、はい、だったもんですから、うんうん、とにかくなんかこういつも体がですね、うん、ちゃんと、うん、あこ洗えないちゃんと洗ってるんですけど、うん、洗えてるかなという感じがあったし、うん、中ではあの歯間ブラシも使えないんですよ、うん、だからもうあのそのホテルに着いて、うん、客室で、うん、あのゆっくりと風呂に入って、うん、あの口を洗って、うん、そうこうするうちに本来でしたら、出所者は、はい、あの管轄の保護観察所というところに出向いて、はい、あの担当の保護観察官、これは法務省の職員ですけれども、それからあのその人を担当する保護司の先生と面談をするんですけれども、まあこのことについてもあの東京保護観察所っていうのが法務省の本省の建物の中にありましてね、はい、またそのいろんな出入りでいろいろとまたあの、混乱が生じることを懸念して、うん、鈴木宗男先生とか、うん、堀江貴文さんの時もそうだったんですけれども、はい、あのそれぞれが滞在しているホテルに、うん、あの担当の方々が来ていただいたという、うん、まあ、そういう先例があったもんですから、うん、それにのっとってあの、うん、来ていただいて面談をして、うん、でその後広島の地元 の, あの政治家ですとか、はい、あるいはあの国会議員の先輩や同僚、うん、それから役所の OB、 それから一審の時の弁護人、それからバチカンの神父様ですとか、はい、そして我らが、うん、花田あの和義編集長さんも、あのわざわざ駆けつけていただいて、であのよくですね、刑務所の中でみんな結局出所して最初に何を食べるかということが、あのもう刑務所に入ったその日から考えてるわけですね。あの最大のその工場の同州たちの昼休憩の最大の話題だったんですよ。あ、そうなんですか。でみんな俺はあれ食べたいとかですね、これ食べたいとかって入った日からなんですね。もう入った日からみんなもうそればっかりなんですよ。でだんだん、まあ、私の出所が近づいてきたということで、はい、河合さんは出たら何食べるんですかとか、何食べたいんですかとかってもうそればっかり聞かれましたね。で、まあ、自分自身はそんなに食べたい、特に食べたいということはなかったんですけど、うん、まあ、あの精をつけようということで、うん、あの活獣、活獣と、うん、それから、まあ、別に活獣の活にかけたわけじゃないんですけどね、活獣と、うん、それと、うん、あのクラムチャウダーという、なるほど、あの何とも言えない微妙な組み合わせだったんですけど ね、 ね。ところがね、うん、まあシャバにいた時だったらもうペロリ食べてたんですけどね、もう胃がちっちゃくなってたのが食べられないんですよ。もう活獣もあのクラムチャウダーも半分以上残して。そうなんです、だって河合さんとお出になってからお会いしたらものすごい痩せられてたもんね。あの10、いや痩せたなと思って。そうですね、うん、大臣の時と比べると12、3キロ。ああ、12、3キロ、あの減りました。うん、1160日ですからね。そうですね、減りましたね。でまあそうやって、一国落ち着いていろんな友人知人の皆さん方とお会いして、うん、でその後これもぜひ早く行きたかったのが、はい、散髪屋さんに行きたかったんですよ。で、あの散髪って言っても、うん、あの基本的にはあのゴブ狩りですからね、あの散髪するだけの髪の毛はないんですけれども、でもあの、まあ、ちょっと微量な話ですけど、うん、耳毛と、はい、鼻毛、うん、私の場合あの眉毛が結構あるもんですから、はいはいはい、これは中ではあの剃ったり刈ったりができないんですよ。そうなんだ。一応なんかそれらしい機械は出されるんですけれども、うん、全然そのもう1分とか2分の制限があるし、うん、全然ようにあのうーん実用的じゃないんで、うん、もうボーボーになってたんですね。あ、まあ、それ含めて早く散髪屋さんに行きたいなと思ってて、で散髪屋さんに行って、うん、でその夜は、うん、もうごくごく内輪ですけど、あの妻と、うん、それと、うん、ずっと私を支えてくれていた、うん、あの秘書さんですね、そういった人たちと、うん、私が大好きな、うん、あの行きつけのお寿司屋さんに行きましてね。そうですか、うん、やっぱここでもですね、もうなんか食べられないし、それからあの
日本酒とか出てくるんですけど、うん、やっぱりもうアルコールも、うん、あそうですか、全然飲めなんか受け付けない、立ってた人はもう受け付けられないんですね。少し飲んだんですけど、うん、結構ちょっと調子が良くなかったですね。ああ、そうそうですか。まあそれが終わって、うん、都内の自宅に帰っていったと、そういうことですね。健康状態とかはどうだったんですか。はい、出てからもう連日人間ドック、うん、それからかかりつけのいろんな科の、ドクターのところに受診をしています、うん、おかげさまで、数値は劇的に改善をされまして、劇的に良くなりまして中性脂肪、尿酸値、悪玉コレステロール、もう本当激しく下がりましたね。それからBMI っていうんですかね、あれも大きく改善されましたし、ドックのたびに指摘をされていた脂肪肝も、もう全く見えなくなりましたというふうにこう言われましたね。で逆にその何ていう数値かちょっと覚えてませんけど、栄養状態を表す数値があるんですけど、それはもう栄養不足ですと言われるぐらい、やっぱ足りないんですね。まあ粗食ですからね。まあそういう刑務所の飯はあれなんだな、足りてないんだな。本当に量は少なくて、だいたい夕方そうですね5時過ぎに夕食が出てくるんですけどね、もう夜7時になるとお腹が空きます。夜7時全然足りない。夜7時ぐらいになるとお腹空きますね。そういう生活をずっとやってきたもんですから。であとはやっぱりだからなんとか体重増やさなきゃいけないということで、今はとにかくその食べることに使命感を持って一生懸命やっておりますけれども、出てきて一番びっくりしたのは、はい、体力がもう極めて落ちてまして。ああそうですか。出所の次の日に、はい、5、6分歩いたんですよ、そしたらもう息がはあはあ言うんですよね。ああそうなんですか。もう私の場合刑務所の中でも一応運動の時間あるんですね。運動の時間あるんですけど、うん、医師から走っちゃいけないというふうにドクターストップかかってまして、というのが左の膝の半月板が損傷をしてるんですというのが例の調べでね。そうですね、検察が2020年のあれ3月3日だったと思いますけれども、ガサに入った時、まあ弁護団の助言で、まあ、某ホテルに、妻と一緒に、避難してたんですよ、はい、そしたら深夜の12時直前ぐらいに、はい、ホテルの部屋の扉をどん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 、強烈に叩く連中が来て、でこのちっちゃい覗き窓から見たら、はい、その確認できるだけで、4、5人いるんですね、男性が。で何にも自分たちのこと全く名乗らないんですよ、でとにかく開けろ開けろ、ここにいること分かってんだ、開けろ開けろというふうに言ってどん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 叩いて、私はてっきり暴力団か、まあそう思いますね、あるいは週刊誌の関係者かね、どっかで情報駆けつけてきたのかなと思って、まあ、絶対に妻を守んなきゃいけないと思ってこう扉を一生懸命押さえてたんですよ、そしたら扉をもう体当たりで壊してチェーンも切ってですね、入ってきて、で見ると検察だったんです。そうなんだよ。これがね、もう加谷さんに聞いて本当に全くなんていうかな、いい例というか、だって加谷さんがその政治家でね、まあ前法務大臣、その逃げ隠れするわけないじゃないですか、しかもホテルにいることが分かっているんだからきちんと連絡をすれば別に取り調べにもその応じているわけですし、はい、なんでそんなね無茶なことをね、これは当時週刊新潮かななんかもちょっと報じましたけど、報じたかな、
これは完全おかしいですよ、検察も、うん、おっしゃる通りで、私も妻も、うん、はい、そのガサ入れの前だったと思いますけどね、あの検察の任意の聴取には、はい、あの全面的に協力をして応じてました、ですからそので私の弁護団も、はい、まあ、いわゆる法務検察で重要な仕事をずっとしてこられた、まあ、いわゆる辞め検の弁護団で構成されてましたのでね、そういったあの弁護士の先生方を通じて、うん、何かあのどうしても妻と私にその日接触しなきゃいけないということを言ってくれれば、そんなことは、うん、あの ね、そんな乱暴なことは必要なかったんですけど、まあ、その時一生懸命私は妻守ろうと思ったんで、うん、それでこの膝を損傷しちゃったんですよね、うん、で東京拘置所で、うん、もう本当に痛くなって、うん、であそこの整形でしたかね、はい、医師にかかったところ、うん、お母さんも絶対走っちゃダメですよって、うん、それでもううん、喜連川に入った移った後も走ることができなくなって、ね、あの件についてはその後その例えばその河合さんの弁護士の方から抗議とかそういうことはしてないんです。やったと思います、うん、やったと思いますけど、ちゃんとしかし説明警察に説明してほしいですね、それは、うんうん、ホテルの鍵をぶっ壊したわけですから、チェーン切ってんだ、チェーン切ってっていう、別に切って凶悪犯でも逃亡犯でもないわけだからこれはおかしいですよ。そうですよね、うん、まあそれはまあ余談って言われたんですけど、うん、はい、うん、刑務所のね中の生活をね、書いた本は、はい、結構ベストセラーになるんですよ、うん、まあみんなあんまり経験したこと人が少ないって少ないわけだから、安倍さんのね、あそこの刑務所、なんだっけのタイトルは、僕はですね、結構ベストセラーになるんですけど、河合さんのね、獄中記ぐらいね、感動的なのはあんまりないね。いえ、それは。いやー、本当にね、これは河合さんの、文章うまいなと思って、改めてね、感心しました。しみじみ本当にいい文章で、うん、毎回泣ける感じで、うんうん、本当に素晴らしい連載でした。獄中でも書いていただいて、本当に恐縮だったんですけど、うん、そうですよね、お世話になって、東京拘置所から、はい、まだその時はどこの刑務所に移るかは分かりませんけど、近々、うん、刑務所に移送されるということになった時に、うん、あの時小菅の拘置所にはほとんど毎日妻が、うん、お面会に来てくれましてね、うん、でまあ、ちょっとあんな人いないの、まあ、ちょっと余談になりますけど、うん、いやいや妻はですね小菅に71回、うん、それから喜連川は往復6時間かけて58回、ね、3時間かかるんですよね、計129回通ってくれましてね、うん、で手紙は小菅の時が55通、喜連、うん、川で108通、うん、ちょうど煩悩の数ですけれども、うん、合わせて163通送り続けてくれたんですけれども、うんうんうん、本当にそうですよね、まあ、本当にそういう中で、妻が言ったのが覚えてるんですけど、うん、あなたこれから刑務所に移っていくけど、刑務所の中にいても、うんうん、社会に少しでも貢献できることをしなきゃダメよというふうに言いまして、うんうん、でまあそれ自分なりにいろいろと考えたんです、まあ歴代の、はい、法務大臣副大臣、うん、両方経験して、うん、受刑者になったのは、うん、明治維新以来、うん、私しかいないんですよ、まあそうですね、歴代の大臣副大臣の皆さんには、うん、本当に名誉を、うん、本当に怪我して、ええ、本当申し訳ないと思うんですけれども、ええ、そして多分これから先も、うん、おそらく出てこないだろうなというふうに思ってます、うんうん、そうなると、うん、法務省の政策決定過程を知っている人間で、はい、かつそれが実際に運用されている、うん、刑務所の中を実際に体験するという、うん、まあ、そういう両者をですね、うん、経験する、うん、経験した稀有な人間として、そうですね、そうですね、
まあ、よく再犯のない社会づくりということで、うんうん、あの自分も国会議員の時、そして法務省にいた時は一生懸命、うんいろんな人たちと話をしてきましたけれども、うんうん、実態を刑務所の中の実態を世の中にしっかりと発信していく、うん、そして自分自身のいろんな心の動きを発信していくことが、うん、あの与えられたあの制約の多い環境ですけれども、うん、その中でやるべきことだろうと思ったんですね、うん、であの刑務所に入るとあの手紙を出す回数が、はい1ヶ月に3回です、うん、で少しその今類が上がると5回になるんですけどね、最初は3回で、うん、1回あたり便箋で、便箋7枚しか出すことが分量も決まってる、分量決まってるんですね。でしかもその1行あたりの、はい、最大かける字数まで決まってるんですね。そこまで細かく決まってるんですか。で一生懸命自分自身の生活を書くと、で私はね本当に花田編集長さんにはもう言葉にできないほど感謝してるんですけど、結局刑務所の中っていうのは自己表現が全く許されないんですよ。自分の考えてること、自分の言いたいこと、自分の思ってることを表すことはもう全て、もう全て禁じられてるんです。ただもう刑務所の中のさまざまなルール決まりに応じて毎日を生活をずっとしなきゃいけないと、うん、あので刑務官から叱られないようにすると、うん、もうどんな些細なことでも叱られないようにすると、うん、あのそうやって注意を受けて調査とか懲罰を食らうと、うん、それだけ仮出所が仮釈放が伸びてしまいますからね、うん、とにかく心を殺してとにかく大きな声でまあ、怒鳴られないように、うん、あの心を殺してただ息をすると、うん、いう生活がほとんどの受刑者なんですよ。それはちょっと違うんじゃないかとか言えないですね、絶対違うんじゃないかと言った瞬間に、うん、あのもう調査に引っ張られていって、で最悪さっきも言ったように、うん、仮釈放が伸びると、伸びると、うん、でその調査とか懲罰に行ってる間は、うん、いくら家族が面会に来ても会うことができないし、うん、どういう理由で会うことができないということすら、うん、その家族には知らせないということがありますのでね、うん、まあみんなもうとにかく心を殺して一日一日息をするだけで生きていると、うん、提案とかもできないんですか。提案はですね、はい、あのこれあの鳩山邦夫法務大臣の下で私が副大臣の時ですけれども、はい、その少し前に、はい、名古屋刑務所で、はい、刑務官による受刑者の暴行事件、あの、うん、死亡と重傷はした事件があったんですよ、まあ本当に、あの変な話ですけれども、うん、受刑者の肛門に高圧、うんそうですね、高圧のホースで、はい、水を発射して、で肛門とか直腸をねあの列車をしたということで、うんうんうん、であのそれで命を落とされた方がいらっしゃったんですけれどもね、はいはいはいまあ、そういうことの事件が発生した後だったものですから、うんうんまあ、なんとかその刑務所のあり方を改革していこうということで、その一環で第三者の目を入れようというので、うんはい、各刑事施設に、あの視察委員会というのを設置して、はい、でそこには、まあ、一種のあの目安箱ですね、はい、あのを設置して、でそこに受刑者がいろんなことを、うん、書く制度が、うん、あります、あるいはあの法務大臣ですとか、法務省の局長でしたかね、矯正局長宛てとかあの刑務所長さん宛てに、うんいろんなあの不服を受刑者があの述べる、そういう制度もあるんですけれども、これもねあの工場のみんなが言ってたんですけれども、不服というよりも今編集長さんおっしゃった通り、やっぱり提案とかですね、うん、改善してほしいという提案 を、うん、をしたいと思っても、あの基本的には不服しか書くことができないんですよ、うん、ああなるほどそうなんですか。だから本当にやっぱり刑務所の中で
受刑者が何を思って、うん、何を考えて、うん、どうやってほしいということを受け止める機会というのはほとんどない、うん、私もあの大臣副大臣している時にはですね、法務省のあの職員たちがいやこういうふうなことがありますとこういうふうないろんなメニューを持ってますとかいろいろと説明を受けました、受けましたけど、いざ自分が実際にその現場に一受刑者として数年間いて経験してみると、まあ机上の空論と言いましょうかね、あのやっぱりなんて言いましょうかね、あの、刑務所を出て行った後、この受刑者がどういう人生を送るのか、どういう姿になっていくのであろうかという、そういう姿をですね、職員の皆さん方は描けてないですね。あるいはどういうふうになればいいかとかね。どういうふうになればいいかとかね。いいとかね。そうですね。だから、彼らもね、刑務官たちもものすごくストレスの多い職場なんですよ、刑務官の世界ももう完全なピラミッド型のヒエラルキー、階層社会ですからね、末端に行けば行くほど彼らもやっぱりすごい重圧があるんですよ、で、とにかく目の前の、目の前の刑務所内の秩序を維持する、もうそのことに意識が集中してるんですよ、私は本当思うのは、これからあの昨年でしたかね、刑法等が改正されて、これまでは受刑者はあの懲役、つまりあの懲らしめることが目的だったんですよ、でそれからそれではいくらやっても再犯率が下がらない、だからそれを教育とか指導を重視するように変えていこうというふうに法律変わって、2025年の6月からそれが施行されるんです、でちょうどいい機会だと思うんですよね、だから本当に施設内の秩序維持も大事かもしれないけれども、もっと一人一人のね、人間に私は意識を持ってほしい、今はそういうふうには残念ながらなってませんね、いやもしなってるというふうにあの法務省の役人がいあの言ってくるんであれば、私はいくらでも自分の経験を持たせてあのその人たちを論破しますよ。僕はこの間あの、会社に伺ってびっくりしたんですけど、あの中で、まあ、その同州の人たちのこともちょっとお料理に触れられていて、まあ、結構その、まあ、仲がいいというかこう人たちもいたと思うんですけど、その出所後絶対会っちゃいけないんですね。あのやはりびっくりしました。まあ、いろんな罪状がありますからね、また中で部屋の中でいろいろとこう、まあ、つるんで仲良くなって外で出て、悪だくみすると困ると、で結局ね、なんでそうなるかということも考えなきゃいけないと思うんですよ。あの実際私のいた工場で、あのさっき言いましたけどね、私の場合はもう妻がしょっちゅう来てくれました。あの喜連川だけで59回くらいでしたけどね、月に、まあ、2、3回来てくれてた、であの工場で作業してる最中は、私の番号とそれから可愛いっていうふうに僕言われて、可愛い面会と言われるんです、あの担当職員から、だから工場の人たちみんなに、あ、河合さんは今日は面会だなってことがすぐ分かるんですね。他の受刑者で面会来てる人は、ほとんど少ないというか、もう2年1ヶ月いましたけど、ごくたまに来る人が一人ぐらい。ああ、そうですか。それからあの私は中であの、あの図書係、図書係ですよね、いうのもやってましてね、あの友人知人や家族が本を差し入れる、それのいろんな検査をする仕事もしてたんですよ。でそうなると、まあどこの工場の人にどういった人からどういった本が来るかということは、まあその作業をしながらどうしても分かるわけですよね。でうちの工場で言えば、
家族とか友人知人が本を差し入れるというようなことはあまりなかったですね。つまりもう刑務所に入る段階で、入った段階あるいは入る前です、もうあの裁判沙汰になった時ですね、あの結婚してる人は奥さんから離婚される、家族からもまあ見放されちゃうわけですね、それから独身の人も両親からもうあの親子の縁を切るとかね、だから社会に、全然その接点がなくなってしまう、で社会に、じゃあさっき言いましたけどね、社会復帰促進センターという名前なんですけれども、じゃあ社会に帰っていった時、その仕事をどうしますか、あの、友人関係どうやって立て直していきますか、あの社会にどうやって取り込んでいきますかと、それはねほとんど情報を支えるくださる人が社会にもしいないとする場合ですよ、極めて困難ですね、まあ、これについてもいやああいったことをやってますやったことをやってますというふうに、あの説明あるかもしれないけど、私は逐一論破できます、現場はそんなもんじゃありません、一度塀の中に落ちてしまうと、家族と縁が切られ、社会と縁が切られ、そして、本人が望もうと望むまいと、元のまあ、犯罪を一緒に行った悪い連中にまたこう勧誘されていくという、そういうことになっていってしまうのはね、やっぱりそういうその状況を一人一人違うわけですよ、年齢も違う、職歴も違う、学歴も違う、家族の環境も違う、みんな違うんですよ考え方が。やっぱりそれをもう10羽一から揚げにして、とにかく大きな声で怒鳴りつけると、で施設の中の秩序を維持するだけではね、仮釈放になって、いざ仮釈放が近づいてきて、私この先塀の外に出て行って社会に戻って、一体何すればいいんでしょうかということを言う、受刑者がいたんだというのを以前職員の一人から聞いたことありますけれども、おそらく全国の刑事施設どこでも同じような状況があるんじゃないでしょうかね。そうなんですね。規制はまあそういったなんですけど、まだいい方だったんですよね。そうですね。はい。まあですから、せっかく稀有な経験を、まあ、させていただいた人間として、これからあの再犯のない、そして犯罪のない社会づくり、自分はそれに向かって自分の実体験を元にして、いろんな政策提言をしていく、あの責務があると、あのそういうふうに自分で本当に強く考えております。さて、そろそろ無料部分はここで終了となります。有料パートではあの政治と金の問題、今自民党を揺るがしているパーティー券の問題なども触れる予定ですので、会員登録がお済みでない方は概要欄からぜひお願いいたします。休憩5分、5分では休憩しましょうか、ではあの5分休憩の後、後半スタートです。ご視聴ありがとうございました。